マインハルトは、ドイツビュルテンベルク州シュベービッシュハル軍に属す、町村。この町は、保養地の故障を得ている。マインハルトは、軍長所在地シュベービッシュハルから約 16km、ハイルブロンから約 32km 離れた、マインハルトの森の中、連邦道 B14 号線沿いに位置している。マインハルトは、その周囲をシュベービッシュフレンキシャー。 バルト自然公園を構成する5つの森の一つである、マインハルトの森に囲まれている。マインハルトは北をブレダフハガ南オルオートガに挟まれた高台の上にある。自体と同盟のマインハルト地区のほか、かつては独立した自治体であったアンマーツバイラー、ブーベンオールビズ、ガイセルハルト、ヒュッテンの各地区がこの町に属している。 アンマーツバイラーは1971年7月1日、ガイセルハルトとブーベンオールビスは1972年1月1日、ヒュッテンは1974年1月1日に合併した。マインハルトに隣接する市町村は北東から時計回りに、ミヒルフェルト、シュベービッシュ、ハル、オーバーロート、グロースヤラハ、ビューステンロート、ブレッツフェルト及びプフェーデルバッグ派である。 図柄、左右に分割。向かって、左は、黒地に、金の獅子。向かって、右は、金地で、緑の大地に、自然の白樺の木。町の旗は、1980年3月17日に、制定されたもので、緑と金色である。ラートハウストローマ博物館、マインハルトには、シュロースセルと呼ばれる小さな資料用の上官、等時計博物館。 ローマ博物館がある。この街を DE メスが通っており、一部ははっきりわかる形で残されている。ガイルスバッハでは芸術家マンフレーとパールの作品を収めたパール博物館が見学できる。ありがとうございます。